皆さんこんにちは、葉月光栄です。葉月光栄のスヒチャンネルということで、今日もよろしくお願いします。もうあっという間にね、8月も終わりですね。学校がね、もう始まってるところも多いんじゃないかなというふうに思いますけども、まあこの夏ね、すんごい暑かったね、猛暑、酷暑、猛暑日がまあ最高だったのかな、あの観測史上最高を記録したっていうのもありますし、やっぱりたくさんまあ台風が来て、水害もあったっていうこともありますけども、皆さんにとって、どんな夏、まあ8月だったでしょうか。で、ずっと繰り返し言ってますけども、8月はまあ6、愛情の月、いわゆる身近な人と本音で、まあ、話し合う、向き合う、そういうタイミングだったんですけども、どうでしょう、皆さんできましたか。8月いっぱい振り返ってみてね、ぜひ、ちょっとどうだったかな、ちゃんと話できたかな、みたいなことをですね、振り返っていただければなというふうに思います。で、何度も言いますけども、やっぱりね、これがこれからやってくる大きな変化のまあ準備をしてるわけですよ、今。あの集合式的な準備ですね。だから大きな変化が起きてくると、やっぱり一人では乗り切れない。これどうしてもその、まあ、誰かと手をつないで、まあ、乗り切っていくしかないんですよね。で、その誰かっていうのが、今までだともう三つの縁を僕は、三つの縁ってずっと言ってますけども、いわゆる遅縁、血縁、禁縁なんですよね。はい。遅縁っていうのは、要はその住んでる場所ですよね。住んでる場所のコミュニティということ。で、血縁は要は血のつながりですね。親子だったり、兄弟、姉妹だったり、まあ、親戚だったり、なんですけど、その、もう血縁の、まあ、一番真ん中にあるのが、多分夫婦関係になるわけですよね。だからやっぱりそこが、まあ、すごい大事ですよ、って話をしています。で、もう一つは禁縁です。禁縁っていうのはお金の縁のことね。お金で繋がってる縁っていうことで言えば、分かりやすく言うと、まあ会社勤めしてる方は会社ですね。会社の上司とか部下とか同僚さんとか、あるいはその社長さんとの関係性とか、まあそういうこと、この三つがまあ基本ベースだったんですけど、これがですね、変わってくるわけですよ。まあ、それがなくなるっていうわけではないんですけども、それがベースになりながら、新しい縁、いわゆるその、魂縁みたいな、まあ、いわゆるそのスピリチュアルなね、ワードで言うと、いわゆるソウルメイトとか、ツインソウルとかいう言葉がありますけども、いわゆるそのソウルの部分で、魂の部分でつながる仲間っていう、そういう感じですよね。で、まあ、それは要は、意識のレベルに、こう、上がってくることなんですけども、その意識レベルというか、価値観というかですね、考え方というか、それがやっぱりこう共通してないと、これからの時代は本当に生きていけない。まあそこでもう議論してる場合じゃないっていう感じなんですよね。だからそこが、その、まあ、要は一番ずっと言ってますけど、最小のコミュニティである、まあ家族、あるいは夫婦の中でですね、ちゃんとすり合わせできてますかっていう話です。これがやっぱり今一番大事なことなんですよね。で、こういうそのね、まあ個人の思考ですから、こういうそのスピリチュアルな、ね、まあスヒニーも含めてですね、動画が好きな方っていうのはやっぱりその女性の方が多いんですけども、その中でですね、皆さんのパートナーさんがいらっしゃったら、この考え方、この葉月さんが言ってるようなこの考え方を、いわゆる皆さんのパートナーさんが受け入れられるかどうかっていうことが、まあ、今月の一番大事なテーマだわけですよね。いや、あの人はあの人、私は私、いや、ごめんなさいね。そういうことを言ってる場合じゃない。そういうことが言ってられるような、環境にはもうなくなりますよという話をずっと言ってるわけです。よろしいですか？まあ、圧倒的に世の中全体の仕組みが変わってくる。特にそのお金の仕組みが変わってくるっていうのは、これも今年の後半から来年のテーマなんですけども、そうなると本当に、なんていうのかな、今までと同じような、ことがもうできなくなるわけですね。で、それは今、もう皆さん、感じたと思うんですけど、この夏だけでもですね、もう変わったなっていうことは、はっきりわかるんじゃないかなと思います。まあ、いわゆる旅行へ行ったとしても移動したとしてもですね、基本的に全てのものが高くなってるわけですよ。じゃあその高くなった中でどこにお金を注ぐのか、どこにまあそのエネルギーを注ぐのかっていうのはやっぱ本当にそれぞれだし、それが一つの家族というか家庭の中ですれば、やっぱりそのね、お二人の最初の二人のコンセンサスが当然いるわけですよね。
いろんなところにやっぱりそういうことが波及してきてますから、それがもっともっとこれから加速していきますので、もうそれがなんていうのかな、もう遠い話じゃないよということをずっとまあ僕はお伝えしてるんですけども、いよいよその大きな波の、まあ いわゆる来年は2024年っていうのはね、僕はずっと言ってるんですけど、今年から2023年、2024年、2025年、この3年間が激動の3年間なんですよ。この激動の3年間の本番がこの真ん中の2024年、来年ですね。2024年にやってきますよと。もうそれがもう本当に目の前に迫ってるわけだから、今それをまあまあまあそんな先の話はいいじゃないかとかって言ってる場合じゃないんですよということを、まあ繰り返し繰り返しこの動画でお伝えしてるということですね。よろしいですかね。そういうこう時代背景もちゃんと理解した上で、やっぱり大事な人ときちんと話してくださいねということをお伝えしているわけです。で、そのまあ最後の仕上げというのが今週のウィークリーメッセージで、今週の数秘なみのりウィークリーメッセージは、一番大事な人ともう一度本音で話し合う。ね。先週、一番大事な人は誰ですかっていうことを、ちゃんと自分の中で優先順位つけてくださいねっていう話を しましたけども、その中で、あ、やっぱりこの人だなと思う方ともう一回ちゃんと話し合ってみましょうねっていうことですね。今月、まあ、いわゆる選んだ大切な人5人のうち、ね、あなたにとって一番大事な人が、大切な人が決まったら、その相手ともう一度本音で向き合ってみましょう。相手が男性の場合、こうした場面をどうしても、まあ、嫌がる傾向があります。はい。まあ、基本的に男はビビりですからね、そういうこう詰められたらやっぱりこう、うわーっとこうに逃げちゃう。いやいや、まあそんな話まあいいじゃないかっていうことなんですけども、それをですね、やっぱり詰めるんじゃなくて、真剣にっていうか本気で、だからあなたの本気度が当然相手の鏡ですから、映るわけですよ。結局相手が逃げちゃうっていうことは、あなたの本気度が足りないっていうことですからね。よろしいですか？で、それでも、ここで、折れてはいけません。要は、相手が逃げようとしても折れてはいけません。あなたとあなたの大切な人との大事な未来がかかっているのです。ここで諦めてしまってはいけません。ここは宇宙からあなたの本気、真剣度合いが試されていると知ることです。そうですね。そう、あなたが違うタイムラインに移るんだったら、違うパラレルワールドに移るんだったら、いわゆる次元上昇してアセンションしようとするんだら、ここは避けて通っちゃダメですよということが宇宙から問われているということを、ぜひぜひ理解していただければなというふうに思います。相手に対してですね、私はあなたのことを一番大事に思ってるということを相手にちゃんと告げましょう。その上で相手があなたのことをどう思っているのか、本音を聞き出しましょう。早急に答えを求めず、欲しい答えを要求したり、誘導したりせず、黙ってじっくり相手の話に耳を傾けること。これも一度で済むわけではないので、繰り返し何度も何度もお互いが納得いくまで話し続けること。大事なこと、大変なことかもしれませんが、アセンションへの道を本気で望むのなら、ここは避けて通ることはできないと腹をくくってトライしてみましょう。はい。今週の波乗りワンポイント、相手の本音にじっくり耳を傾けることです。ね。まあ、なかなかこう、ね、やっぱりこう、ご夫婦生活とかがね、長くなるともう今更っていうような、気になるじゃないですか、一般的にはね。もうそれもよくわかるんですけど、これね、フェーズが全く新しいフェーズに変わっていくので、今までと同じことが続かないんですよ。で、それは多分ね、働いてる男性も、もちろん、まあいろんな業種とか、その立場によって多分いろいろ違うとは思いますけど、絶対感じてるはずなんですよ。これはやばいぞと。このままはいかんぞと。どうするかなみたいなことはきっと考えてるはずなんですよね。だからその相手はこれからの未来を、だってまあ例えば50代だったり60代、まあ40代だったり50代だったり60代だったり、それぞれのまあ年代で考えることは違うと思いますけどもね。まあただ40代とかだったらまだまだお子さん小さくて子育てしてたりするわけだから、途中で辞めるっていうわけにいかないわけですよね。で、その会社が本当にいいんですか？まあね、某中古車販売業者
会社の例もあるように、本当にそこで働いててずっと働いてていいの?みたいなことも絶対考えてるはずです。で、50代になってくるとですね、もうそのある程度先が見えるんで、その第二の人生、次の人生、やっぱり人生100年って今言われてますから、100年っていうことを考えると50代でまだ半分ですからね。じゃあ残りの半分どうすんのっていうのは、これも真剣に考えるべき、もうすごく人生においてはもうめちゃくちゃ重要なテーマですね。で、60代になってたらもう、いわゆるその会社人生の終わりは見えてるわけですよ。で、そっからじゃあ、今までみたいにですよ。その、年金もらって、悠々自適、そんなことできるわけないわけですよ。それ分かってると思うよ。絶対無理ですよ、本当に。そんな風になるわけがないから、やっぱり自分の好きなことをちゃんと仕事にして、新しい、今、第二の人生を始めていくっていうのがもう、目の前に迫ってるわけですよね。でも、なんとなくそれをこう、つつかれるのは嫌だから、こう、逃げ回るっていう、その気持ちももちろんよく分かりますけど、やっぱりこう、なんていうかな、詰めるんじゃなくて、輝かしい未来を二人で想像していくっていうことです。これがやっぱりね、基本的なパートナーシップであり、コミュニティのもう基本なんですよ。だってコミュニティってやっぱそのビジョンを掲げて、こういうことを作ろう、こういう社会、こういう世界を作っていきましょうっていうのが、まあ一つコミュニティの目的だからね。まあ国だって地域だってそうじゃないですか。ね、こういう街を作りましょう、こういう国を作りましょう、みたいなことがあって、そこで一つ、集まってきて、それに賛同して、まあ、コミュニティが出来上がってくるわけですから、そういう意味ではもう二人ですよ。基本二人の、その、一番大事な人、あなたにとって一番大事な人、それは何度も言いますけど、別に、男女の関係性だけじゃなくてもいいですよ、と。ね、親子でももちろんいいし、ね、兄弟でもいいし、姉妹でもいいし、あるいは本当に、その、同じ志を持つ仲間でももちろんいいんだけども、基本一対一なんです。人間関係ってもうそこがもう本当に、最初だから。ね、誰かっていうのはその基本一対一の関係性なんです。その一対一で向き合う誰かと、その大事なあなたにとって大事な人と向き合って、そこをやっぱり、ちゃんとこう、なんていうかな、コミットするっていうか、コンセンサスを取るっていうことがすごく大事で、そこに諦めちゃダメよっていうのが、これ宇宙からの、まあ、リクエストなわけですね。で、それをもう根性ではもうこの人無理ね、と思ってるっていうんだったら、もちろんそれはそれでいいんですけども、その場合はですね、来世がまたあって、来世一から始めないといけませんよっていうこともちゃんとお伝えしてきます。うん。根性でもう諦めちゃうでしょ。もう今回はもう無理よ。もういいわ。いいですよ。別に諦めるのも自由ですが。構いませんけども、そうすると、来世また一から、その相手と、まあ関係性は違う関係性になるかもしれませんけども、またやり直すことになりますよ。ということです。いいですか?これは宇宙の仕組みだから。もう仕方がないですよ。別に。いや、もう、じゃあ、もう、次にかけようって思うんだったら別に構わないけど、その次にかけるためまでのその間っていうかな、もうここで諦めちゃったら、その諦めたちゃった人生がずっと続くんですよ、死ぬまで。いいですか?諦めちゃった人生がずっと続く、お互い諦めちゃってるわけですからね。お互い諦めちゃった人生がずっと続いて、あんた本当にいいですか?っていうことを、僕は皆さんに、皆さんにというか、あなたに、迷ってるあなたに問いかけたいなというふうに思います。あきら、これから死ぬまで、ね、亡くなるまで、寿命が尽きるまで、あちらの世界に帰るまで、ずっと諦めちゃった人生を続けて、本当にあなたはいいですか?ぜひ自分の胸に手を当てて考えてみてください。それが嫌だって言うんだったら、本気で覚悟して、あなたが一番大切だと思う方としっかり話し合ってみてください。はい、ぜひぜひ、トライしてみていただければというふうに思います。はい、参考にしていただければ幸いです。それではまた。どうも。